新井さんは北海道札幌市中央区宮の森に位置する山。標高は185メートル。山名は土地の所有者だった新井安吉に由来する。山といっても実際には大倉山の東側に線上に広がる丘陵でしかないが琴谷川を挟んで相対する神社山と共にスキーの敵地として知られていた。戦後に札幌市が買い上げて公園化し、 季節を問わず、市民から憩いの場として利用されている。その一方で、平成年間に入る頃には、かつて木々が茂っていた周辺はすっかり宅地化された。荒井山がスキー場としての知名度を上げたのは、1928年の秩父の宮陽人志新能の来訪と、翌年のシャンツェ建設からである。1938年発行のスキー北海道では、 照明設備が整って広大な夜間練習場と紹介されていた。1956年、北海道発の一般人向けリフトが設置される。リフト設置時期は、モイワさんの札幌スキー場の方が先行しているが、これは新中軍のアメリカ人向けのものだった。長年にわたり市民に親しまれていたが、郊外により大型のスキー場ができると利用者数は減少していき、 2000年をもって休止した、現存する札幌市最古のスキージャンプ台で、改修と改名を重ねながら利用され続けている。1928年2月、秩父宮用人志王が、冬の道民生活の視察方々、札幌近郊の山々やニセコでのスキーを楽しむために、ライドを。その際、秩父宮用人志王は、将来日本でオリンピックを開催するとしたら、 山が近いうえ、雪質に恵まれ、しかも大都会で、大学もある札幌において、他にない。そのためには、オリンピック用のシャンツェが必要だ。良い場所を見つけ、設計をして送ってくれれば、私が作れるようお世話しようと周囲のものに構想を残すが、当時の日本国内は、オリンピック級のジャンプ台を設計する者などいない状況であった。そこで、 当時の全日本スキー連盟会長、稲田昌宿と木原一氏が、秩父宮洋一志振にその旨申し出たところ、大倉騎士郎を通じスキーの先進国ノルウェーから、専門家を招き設計を依頼することになる。口添えのもと、同時期京都滞在中だったノルウェー講師に、専門家招聘を依頼したところ承諾され、その1ヶ月半後に、ノルウェースキー界の重鎮でありシャンツェコ地区の、 世界的権威者のヘルセット中尉が来日することになる。1929年12月、ノルウェーのスキー指導者ヘルセット中尉の指導を受けて、コータド七郎が設計した木で矢倉を組んで作った40メートル級のものである。これは、七の宮と高松の宮のぶひと新能の来訪に、ちなんで、荒井山記念シャンツェと名付けられた。1940年1月、 北海タイムス社の出資により改修が行われ、45メートル級のタイムス記念飛躍台となった。1954年、森永製菓が鉄骨で改造したシャンツェを寄贈したため、森永記念シャンツェと呼ばれるようになった。1973年、25メートル級シャンツェを新設。1981年11月には、 K 点50メートルのミディアムヒルと K 点25メートルのスモールヒルの2機体制となった。スキー場の閉鎖後もシャンツェは機能しており、2001年から2003年10月までの3カ年をかけて全面改修が行われた。サマーヒル化された K 点55メートルのミディアムヒルと K 点25メートルのスモールヒルの2機体制で、主に小中学生によって利用されている。 交通アクセス札幌市地下鉄東西線、円山公園駅より、JR バス西14番、荒井山下車 ABCD 札幌市、荒井山シャンセハット ABCDEFGH、今井智信、札幌の山、五十方、札幌の山々、大野聖七、札幌、スキーの歩み、冬のスポーツハット AB 札幌市中央区から、多くのスキーヤーが集った、荒井山、 公益財団法人札幌スキー連盟概要札幌スキー連盟の誕生日本における飛躍大の発祥史について北海道大学大学院教育学研究科、ABCDEFG 札幌大、倉山展望台荒山シャンツェの歩み荒山スキー場に関するカテゴリーありがとうございます